んこんにちは。国税庁ウェブタックス TV へようこそ。国税庁の大和優香です。同じく海の港です。さて今回取り上げるのは、平成28年10月に公表された国際戦略トータルプランです。これはどういったプランなのでしょうか。昨今いわゆるパナマ文書の公開などにより、富裕層や企業による海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対して国民の関心が大きく高まっている状況がありますよね。はい。国税庁としては国内のみならず、こうした国際的な動きも十分視野に入れた上で、適正公平な課税を実現していくことが国民の皆様の信頼の確保につながるものと考えており、こうした観点から改めて国際課税の取り組みの現状と今後の方向を取りまとめて公表しています。そして今回我々が具体的にご紹介するのは、その中でも取り上げられている重点管理富裕層プロジェクトチーム、いわゆる富裕層 PT です。ではこちらのドラマをご覧ください。守る、分かったな。海外に宅助の資産を隠してある。父さん心配するな。海の向こうまでは国税の調査の手も及ばん。タックスの資産は誰にも渡さん。海野君、今日から重点管理富裕層プロジェクトチームの一員になる大和優香君だ。大和です。富裕層 PT で力を尽くせるよう頑張ります。海野です。よろしく。よろしくお願いします。早速だが、この件から当たってほしい。タクスグループ、重点管理富裕層の一人であるタクスグループのタクスイクオの相続税の申告内容についてチェックしておいてほしい。わかりました。大和さん、何かわからないことがあったら何でも聞いてくれ。ありがとうございます。タクスグループの代表、タクス守る。妹は企業の広告塔でカリスマ主婦のタクス智子。主婦層にはタクス智子プロデュースの商品が人気。私たちの対談、いい感じね。見てよ。ああ。タクスグループの代表者、タクス守る。妹は企業の広告塔でカリスマ主婦のタクス智子。これでお前のところの商品も売り上げが伸びるだろう。兄さんはいつも商売の話しかしないのね。海野さん、主査からチェックするよう指示された重点管理富裕層の一人であるタクスグループのタクスイクオの相続税の申告状況や関連する資料について調べていたのですが、気になることが。国外送金等調書か。5年前タクスイクオ個人が持っている海外公債、自ら300万円を送金したとあります。ですが相続財産に海外の口座はなかったんです。何かに使ったのかな。タクスイクオは確か国内に資産を管理する法人を持ってたはずだが、そっちは確認した？はい、資産管理会社タクス商店ですね。今は息子のタクス守が代表者となっています。これがその法人税申告書です。念のため
自動的情報交換資料を確認してみたのですが、タクス家の人間やタクス商店そのものに関する情報はありませんでした。ただ同じ頃からローマ字表記でタクスという日本法人に現地の証券会社から配当が頻繁に支払われているようなんです。名前しか情報がないのですが、タクスなんて法人はいろいろ調べても特定ができなくて。もしかしたらこのタクス商店と関係があるということか。はい、タクス商店はこの国に口座を持っているんじゃないでしょうか。タクス商店の法人税申告でもその国からの配当収入があるとは申告されてないようだな。何かしらの租税回避を図っている可能性がある。よし、主催に報告だ。はい。タクス移行に関する国外送金等調書、つながりが想定される法人名義口座、しかも現地法人からの配当か。これはタクス移行を取り巻く関連法人関連個人を一体として全容を解明する必要があるな。国外財産を隠していないかなどの着眼点で調査企画を行ってくれ。はいはい。非相続人タクス移行およびその関連法人ご法人に対する同時一斉調査についてだが、各チームの問題点について説明してほしい。相続税についてですが、まずは申告のない国外財産の存在を疑わせる国外送金が発見されました。法人税についてですが、相続人タクス守とその親族が代表を務めるご法人の調査を予定しています。まずは先ほど相続税チームから話のあったタクス商店、続いてタクス守の妹のタクス智子が代表を務めるタクスカルチャー。実はこの法人、売上が前期の3倍に伸びているのに所得は前年よりも少なく申告されていることが分かりました。タクス智子。タクス智子は企業の広告塔の役割も担っていて、テレビや雑誌にもよく取り上げられています。私も名前は知っている。そもそも関連法人の海外での事業実態はないのか。タクス移行は今のタクスグループを一台で作り上げましたが、日本国内での活動のみで特に海外で事業を行っている形跡は見られません。そうか。多くの不審点がある調査対象者だが、各担当者、調査実施部署はお互いに連携を取りながら万全を期してほしい。はい。どうした？海野さん、この雑誌にタクス兄弟の対談が掲載されていたんです。タクス智子は本当に商品を使っている人だけじゃなく、世の中のことを真剣に考えてるなって対談から感じました。だから税金逃れなんてするわけがないって、そう言いたいのか。いえ、大和、今俺たちがやらなければいけないことは何だ。もし想定通り申告内容に不正があったら、適正に申告を行っている納税者はどうなる？はい、頑張ります。国税の調査って何よ。しかもお父さんの相続税調査だけではなく、私たちの会社まで一斉にやるなんて。兄さんがやましいことやってるから調査されるんじゃないの？何を言ってるんだ。タクスの加盟を汚すようなことするはずないだろう。兄さん、海の向こうまでは国税の調査の手も及ばん。国税局の海の港です。同じく大和優香です。本日はタクス移行さんの相続税の調査で参りました。また
事前にお伝えした通り、お二人に関係する法人についても調査いたします。国内資産については問題がないようです。そうか、国外資産についてはどうだ。それでは亡くなったお父様が海外に資産を持っていたり国外に送金していたことなど聞いたことありませんか。国外送金知りませんね。うちは古くから地元の銀行との取引を大切にしてきてね。その親父が海外資産ローマ字表記でタクスという会社を知りませんか。そんな会社聞いたこともありません。うちの父は英語が苦手でね。国税局の中野と申します。タクスカルチャー代表のタクス智子さんですね。タクスカルチャーの法人税の調査で参りました。あのね、タクスカルチャーの実質的な代表は兄さん。私は代表とあるけど、会社の税金のことは何もわからないわ。昔からお金のことにはあまり興味ないのよね。私は世の中のみんなが健康で幸せに暮らせるための商品をプロデュースして皆さんの笑顔を見たいだけなのよ。水耕が行っていた例の国外送金について何か分かりましたか。租税条約に基づく情報提供要請を実施し、その返答があった。相続開始時におけるタクス移行の海外口座の有無、取引情報などの詳細が明らかになった。これだ。タクス移行名義の口座があったんですね。しかも例のローマ字表記でタクスという名義の口座から多額の入金がある。やっぱり。ではタクス商店の。加えて相続開始直後にタクス移行名義の口座は解約され、タクス守る名義の口座へ資金移動がなされている。知らないなんて嘘だったんですね。整理しましょう。タクス移行は海外に預金口座を保有していた。資産管理会社タクス商店も同じ国にタクス名義で隠し口座を持っていて、同じ国の投資先から配当を受け取っていた。その配当の一部はタクス移行の口座に流れて溜め込んであったが、タクス移行がなくなったことによりタクス守るの口座に資金移動された。海外のタクス移行名義の預金を相続税の申告から除外するとともに、タクス商店が支払いを受けていたであろう配当について法人税でも申告から除外していた疑いが濃厚です。主査、関連法人について調査が終わりました。このうち妹のタクス智子が代表を務めるタクスカルチャーについては、他の関連会社を利用して架空の請求書を作成し、大幅に仕入れ金額を水増し計上していました。他の関連会社についても課税上の問題を把握しており、現在修正事項について整理中です。よし、だいぶ整理ができてきたな。各担当者は解明に向けて細心の注意を払ってくれ。はい。海外の預金口座の件調べました。タクス移行さんの海外口座は死後解約され、あなた名義の口座に資金移動されてます。手続きしたのはあなたですね。何の証拠があるんだ。今では租税条約に基づき海外の取引でも調べることができます。我々はすでに海外口座の有無、詳細な取引記録すべて把握しています。タクスさん、
何なら。確かに税理士や智子にも言わず相続財産から除外して申告したよ。俺が父親から引き継いだタクスの資産なんだ。あなた方の資産管理会社タクス商店でも海外に資産をお持ちのようですが。そうは知らないと言ってるだろ。もう一度外国当局に調査を依頼してもいいんですよ。調べればすぐに分かることです。ああもうなんで海外の預金までバレるんだ。親父はバレないって言ったんだ。あなたの海外口座を確認させてもらえますか。兄さん大変よ。タクスカルチャーが経費の水増し1億円って。くそー。何をしたのよ。前の会社の税金を減らしてやろうとしただけだよ。何よ、そんなこと頼んでないわよ。タクスグループの信用に傷がつくわ。トモコさん。はい。マモルさん、適正に申告納税を行っている納税者の皆さんがいる中、あなたのように高額な所得が見込まれるにもかかわらず過少に申告を行うことは許されないことです。トモコさん、すべてをお兄様任せにしていたあなたにも責任があるのではないですか。あなたは世の中みんなが健康で幸せになればとおっしゃっていましたが、税金は国民一人一人の暮らしを支える礎になっています。あなただけでなく会社の従業員や世の中みんなの暮らしを考えるなら、税金なんて知らないといった考え方では無責任です。それはあなた方にはきちんと申告納税していただきます。兄さん、信頼を取り戻すためにも正しく修正申告して支払うべき税金はきちんと支払いましょう。私も会社の代表者として税金や社会的な責任についてちゃんと考えるべきだったわ。ありがとう。その後の調査において、郁夫の生前から守も海外口座で資産運用しており、その運用益が申告漏れとなっていることを把握、5000万円を超える国外財産を有している場合に提出義務のある国外財産調書も提出がないことが分かった。この結果、重点管理富裕層の一人であるタクスイクオに関連する関係法人関係個人について、富裕層 PT の活躍によりその全容が明らかとなった。いかがだったでしょうか。実際に富裕層 PT の活躍を例に、国際戦略トータルプランの内容をドラマ形式でご覧いただきました。ここでは富裕層の中でも特に重点的に管理すべき富裕層について、その関係する個人や法人を含めた管理対象者グループとして一体的に管理し、情報の収集分析を行っているんですね。はい。物語に出てきましたが、国際戦略トータルプランでは他にも国外送金等調書、国外財産調書及び財産債務調書の活用など情報リソースの充実や、租税条約等に基づく情報交換などグローバルネットワークの強化にも取り組んでいくこととしています。こういったことに取り組みつつ、積極的に調査等を実施することにより、富裕層や海外取引のある企業による国際的な租税回避に対処してまいります。国際戦略トータルプランを含め、国税庁ホームページでは国税庁の取り組みや税に関する各種情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。詳しくは国税庁で検索。